さあ始まりました。中古で買った飛び出せ動物の森に神データは存在するのかしないのか、5万円分シリーズ続きやっていきましょうか。いやー、そろそろ本格的に出てきてほしいですよ、神データ。あとね、このデータ含めて13個かな、13個ぐらいのデータがねまだ残っていますので、ね、探していきましょい。待って、初期化されてる気する。怪しくねえかこれ。てか住民一人も出てねえのかよ。出てくれてもいいんじゃねえか。もうただね、横にスクロールされていくだけなんですが、どうだ。はぁ、オッケー、オッケー。若干そんな気したわ。おー、じゃあ2個目のデータ行きましょうか。おー、来た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 。これいけてる、いけてますね。しかも最近売られたデータじゃないか。さあ、ということでやってまいりましたね。おーっと、家がでかいぞ。お金持ちそうな気するが、まさたんさんとキーちゃんさんですね。やっていきましょうか。おい、リセッティング。身に覚えがない。さようなら。よし、ということで、いいね、郵便局。あー、桜島より、桜島？おー、まさたん、俺、よその村に引っ越すことにしたぜ。あー、桜島っていう、住民の名前だったのか。桜島っていう島かと思ったわ。いや、いいっすね、このデータ。金のじょうろもあるってことは、環境が最高になってるってことなんですが、ですが、すごいね。おー、いいじゃん。めっちゃ花多いな。何か規則に沿って花咲いてんのかなって思ってたけど、そうでもないのかな。バラバラ。感じいけ。あー、二つ目の家はまだあれなのか。一段階目なのか。金のバラすげえな。金のバラの量やばない？めっちゃ咲かしたね。おー、なかなかいいデータじゃないですか。ちょっと見ていこうか。てか、金のバラたくさんあるけど、青バラはないんだな。青バラがない。わ、でも金のバラの量がすげえ。金のバラこんだけ咲かせる？まあ、すごいな。あれめんどくさいんだよな。環境が最高だとなかなかね、咲かせることができないから、金のバラだけはちょっとめんどくさいんだけど、まああのね、サブ村とかね、持ってたら咲かせやすいっていうのはあるんだけど、何？ああ、ゆうたろうか。よーし、じゃあ村一周しましたので家の中入っていきましょうか。おーす、なんかコンセプトに沿ってんのかなって思ったけど、そうでもなさげー。あ、しかも何にも入れてないのかい？何にも入れてない。拡張したばっかか。いろんなもの持ってるね。オッケー。ちょっとタンス見ていこうか。あー、金のじょうろ。金のじょうろ二つ目。すげえな、金のじょうろ二つ目。パチンコも二つ目。じょうろ率高ない、さっきから。めっちゃじょうろ出てくんな。マネキン入れてんのもったいねえな。おー、服いっぱいあるな。うさぎなノースリーブ。女性ものか。で、ここら辺は、石か。あんまり分けられてるって感じでもないのかな。オッケー。じゃあ、右の部屋から行きましょい。さて、あー、バルーン家具。これはね、もう、中古の飛び降り買うたびに、どこかしらはね、あるんだよね。そんなに集めやすい家具かな。上の部屋は、おっと、なんか全体的にコンセプトっていうコンセプトはないな。これも、温泉のマークだからな。温泉のマークにもかかわらず、この部屋。しかも、魚も魚ですげえな。でもなんか全体的にレアな魚を置いてるって感じだね。よーし。じゃあ、左。かわいい。急に可愛くなったけど、ちょっとこれ違うくない？温泉？まさかの風呂場？風呂場？トイレ、その隣にベッド。なんか異臭がして寝にくそう。さあ、うおー、なんか上の部屋すごいごちゃごちゃしてんな。これなんだこれ、なんだこれ、すげえな。うわー、マジかー。えげつねえなー、この部屋。
ゴミ置き場みたいになってるね。すごいぞ。だって奥行けないもんな。ここ降りたらもう、どこも行けないっていう。どうしようもねえな。よーし、じゃあ最後に下に行きましょうか。下、下、あ、床へ同じだね。学校の黒板の隣に月。なんか本当に全部の部屋にコンセプトがないな。いや、逆にいいっすね。そういう楽しみ方もあるんじゃないでしょうか。まあ、最近ロココ家具ばっか見てたからな。こういうのも逆に新鮮でいい感じだね。おーし、じゃあちょっと貯金額でも見に行きますか。まあね。おー、びっくりした。虫だったか。まあ、デパートかな。どうだろう。デパートかどうか。いや、でもね、環境は最高になってるはずなんで、なんか環境最高にしてはちょっと、あ、グレースいるわ。グレースいたわ。ダメだわ。グレースがいるってことはデパートじゃないですね。なんか錆びれてる感じしたけどな。そんなこともないのか。よーし、じゃあ金額チェックしていきましょい。おー、頼むぜ。ま、多分お金あると思うんだけど、2万か。手持ち2万の貯金残高は？おー、170万ベル。まあ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 。170万ベルあったらそれなりに借金返済できるんじゃない？まあ5分の1ぐらい。5分の1ぐらいは借金がね、まあ、返済できるということで。オッケー。まああの、スイッチ版がね、発売するということで、動物の森始めてる方多いかもしれませんが、じゃあのね、中古の飛び降りで買ったら結構いいことがありましてですね。まあ、こればかりはあれによるんだけれども、データによるんだけど、こう最近ね、2年前に追加された機能で、あの村をね、作り直すっていう機能があるんで、これをすることによって、まあ、ちょっとはね、始めやすくなるんじゃないかなと。おや、さっき170万ベルだったんだけど、やり直すにして、新たな暮らしをやり直すにして、で、最初の方さ、飛び盛りってめちゃくちゃお金貯めんのがしんどいのな。で、そこで、こう村を売って、そのお金で再出発することができるんですよね。で、買い取ってにしたら、さっき170万ベルの貯金だったけど、もうこれ完全に村自体の額になるんで、2900万の額を手に入れた状態で飛び盛りを始められるというね。結構これはね、中古の飛び盛りのデータによるんだけどね。まあ、さっきみたいに1個目のデータみたいに初期化されてるデータもあれば、こうやってすごい高額なデータも出るということで、まあ、もしもね、スイッチ版の動物盛りが出ることにあたって、まあ、3DS 版のね、飛び出す動物盛りをすることがある方はね、ぜひぜひ中古の飛び盛りも視野に入れてみてはいかがでしょうかということで、今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。